皆様おはようございます。ただいまより主日礼拝を始めます。しばらく総額のうちに静かな祈りの時を持ちましょう。祈ります。愛する天のお父様、皆を褒めたたえます。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。今日も私たちは主の招きに応え礼拝を捧げます。礼拝を捧げるすべての場所を祝福し、兄弟姉妹お一人一人をあなたの御臨在で今包んでください。助け主なる聖霊様、今日もあなたを歓迎します。兄弟姉妹方とご一緒してくださり、知恵力をお与えください。癒しをお与えください。必要を満たしてください。そして全ての出来事を通して主の御名が崇められますように。この聖日も柴田先生が主の御言葉を取り継いでくださいます。先生が聖霊充満で語られる御言葉メッセージによって主のご栄光が表され、私たちも恵みと養いをいただき、新しい1週間を歩むことができますように。ハレルヤ、主を感謝します。私たちの愛する救い主、主イエス様のお名前でお祈りします。アメン。アメン。ご起立いただきまして、共に主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時ものなればなり。アーメン。どうぞお座りください。本日のメッセージの聖書箇所をお読みいたします。本日のメッセージの聖書箇所はヨハネによる福音書21章1節から8節、新約聖書177ページ下の段です。新約聖書177ページ下の段、ヨハネによる福音書21章1節から8節。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうである。シモン・ペテロがデトモと呼ばれているトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダヤの子らや他の二人の弟子たちと一緒にいた時のことである。シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼は出て行って船に乗った。しかしその世は何の獲物もなかった。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。イエスは彼らに言われた。子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと答えた。
するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに、あれは主だと言った。シモン・ペテロは主であると聞いて裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは船に乗ったまま、魚の入っている網を引きながら帰っていった。陸はあまり遠くない50軒ほどのところにいたからである。アメン。ただいまより柴田先生より、泳いだ岩、デジャブと題しまして、本日のメッセージを取り継いでいただきます。皆様おはようございます。おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。おはようございますと言いましたけども、まあ、もしかしたらこんにちは、こんばんは、間違ってでもさようならって言わないようにしなければと思いますが、そしてイエス様大好き、パパママ大好き、教会大好きの、教会の良い子の皆さんも、今日もね、聖書から少し学べることを嬉しく思いますね。みんな集まってくれて嬉しく思いますよ先生。さあ今日もですね、ずっと学んでますね。日曜学校の5つのお約束、今日はですね、5つまずちょっともう一回見てみましょうかね。一番最初、聖書を読むこと、2つ目お祈りすること、そして3つ目ですね、今日日曜学校は休まないようにしましょう。これはこの日、日曜日、主の日を大切にしましょうということですね。教会を休まないようにしましょうということ。でも考えたら今教会行けないじゃないのって。そうですね、教会に来ることだけではなくてイエス様を大事にするっていうことですよ。だってそうですよね、私のものだったら私の自由にできるじゃないですか、ね、私のお金お小遣いだったら私の好きなように使えますけど、でももし誰かのものだったら勝手に使っちゃまずいですよね。それと同じようにこの日は私の日ではなくて主の日っていうんです。日曜日はイエス様のものなんです。ですからこの日イエス様に私たちは感謝を捧げ、お祈りを捧げ、特別な日としてこの日を守るということが大切ですね。それが今日のお話でしたね。そして、来週は献金をしましょう。そして最後はお友達をお誘いしましょうということですね。さあじゃあどうして日曜日、主の日を守るのだろうかって、それはまず第一番目にイエス様が、神様がこの日を聖なる日としなさいって言ったからなんです。皆様は日曜学校で、10回を覚えましたよね。ちょっとしばらく教会がお休みでもすっかり忘れちゃったっていう人もね、あると思いますね。じゃあその10回の中に実はこの教会学校を休まないようにしましょうっていうのが入ってるなんです、入ってるんですね。それはね4つ目なんです。ですからちょっともう一度最初から行ってみたいと思いますね。ちょっと待ってくださいね。はい、それでは1回目からいきますね。10回の1回覚えてますか。はい、皆さんこれですね。あなたをご一緒にしましょうかね。大人の皆さんもどうぞ。はい、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。これが第1回ですね。うん、なんとなく覚えてますよね。じゃあ第2回はどうですか。はい、ご一緒しましょう。はい、ちのさん、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。これが2回ですね。はい、3回いきますよ。3回はこれです。はい、ご一緒しましょう。あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。難しいですね。これはね、イエス様を大切にしなきゃいけない。イエス様のもの、イエス様のお言葉、お祈り、聖書、教会、それらのものを大切にしなさいっていうことですね。
さあ4回目です。実はね、ここね、教会4階なんですけど、全然違うね。4階はこれです。はい。今日のね、日学校休まないというのはこれなんです。赤くしてますでしょ、これ。これ難しいね。安息日って日曜日のことです。今日のことです。はい、ご一緒しましょう。はい。安息日を覚えて、これを聖とせよということですね。覚えて忘れちゃいけませんよって、日曜日主のうちのことを忘れちゃいけませんよっていうことですね。これが、日曜学校を休まないっていうことなんです。これは一つ目ですね。一つ目、これはね、だから神様がそう言ってるからそうするんですって、それは大切なこと、素敵、素晴らしいことなんですね。神様が言ったことをする、神様が悲しまれることをしないって、これが一番大切なことね。でももう一つ大切なことがあるんです。もしかしたら一番目よりもっと大切かもしれませんね。さらにね、それはなぜ日曜学校に行くか、なぜこの5つの約束をするか、それはたった一つの理由です。私がイエス様を愛しているからです。愛しているってどういうことかっていうと、難しい言葉ですよね。愛しているっていうことは、誰よりも何よりもどんな時も何があっても、誰よりも何よりも何どんなことよりもイエス様を大切にする、この方を大切にするっていうことが愛するっていうことなんです。ですから皆さんはイエス様を何よりも、自分よりも何よりも大切にしていますか、愛していますか。でそのことを忘れてほしくないので、今日は先生はね、みんなに考えてみました。これは1枚持ってくるの忘れちゃったですね、もう1枚。ですね、来週もやるかな、それじゃあ。英語でね、イエス様のことを愛しますっていうのは、I love Jesus。ラブって聞いたことありますよね。ジーザスも聞いたことあるかも。I は私だよね。だから、ご一緒しましょうか。はい。I love Jesus。ね。で、来週パネル持ってきますけど、ね、ちょっとみんなでね、やってみたいことがあります。愛は私ですね。これ手話じゃないですけどね。愛は私。ね。ラブはですね、英語のラブって L っていう字なんですね。L っていう字。だから、こうして、こうすると L になってますからね。なってますね。右手でやるとね。L、ラブですね。だから、I、ラブ。そして、ジーザスはですね、これひっくり返すんです。これ J になる。J で。来週のときですね。だから、I、Love Jesus、ね、誰かに、なんで日曜日に教会行くのって言ったら、それはね、はい、みんなで行きますよ、 I love Jesus だからよって答えをあればいいですね。もう一度最後に覚えたからで、もう一回だけ言わせてね。どうして教会行くんですか？それはね、はい、 I love Jesus、ね、お祈りします。神様、私たちは聖書に書いてあること、イエス様が大切で、私たちは誰よりもイエス様が大切だから、イエス様が悲しまれるようなことはしたくありません。聖霊様、どうか弱い僕たちを助けてくださって、御言葉にいつも従えるように、そしてこの日曜日、この主の日を私の日にしないように、私たちを守ってくださいますように。私たちはイエス様、 I love Jesus、あなたを愛します。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。アーメン。はい、それではこれはもう皆さんもね、大人の皆さんも手話ではあります。これ私が考え、勝手に考えたものだからね、でありますので、でもいいでしょうね。さあ、それではですね、大人のメッセージを取り付けさせていただきたいと思います。この緊急事態がですね、続いて、その今日ホームページの方にまた更新しますが、緊急事態宣言、そして皆さんお祈りください、鴨居でも、感染拡大が、病院はじめあちらこちら亡くなった方もあると、お聞きしましたので、特別に、覚えていただきたいと思いますし、お気をつけいただきたいと、そのように思うんですね。先週この素敵なお花があるって、ね、こんな素敵な花を生けてくださったって、終わってからですね、家内が来てですね、あなたそれは造花ですよっつって、ね、でもね、私ね、この距離で見てても分かんない、皆さんも分からないでしょ、ね、これね、これ先週と全く同じです
いやこれはね、増加だったんだのでね、でもね、皆さん、私はここは本物でありますからね、あの増加が悪いわけじゃないですけど、でも皆さん、ネットを通しても、これは作り物ではない。本物の礼拝を感謝に捧げられているというのは感謝のことかなと思います。さてさて、今日先ほど読んでいただきました、開いていただきましたヨハネの福音書なんですけど、最後の部分ですよね、先週そして先々週と20章からヨハネの20章からトマスについて学んできましたよね、復活を疑ったあのダウティングトマスがいかにしてビリービングトマス、聖トマスとなったかというお話をしましたですよね。トマスが持ったあの真実の疑いというのは罪ではない。疑いっていうのは神様の前に行きたいって、神様にお従いしたいって思っていながらも疑ってしまうって言われたりとか、その疑いというのは罪ではない、また疑いというのは私たちの信仰の敵でもないんだって。私たちは疑いのない生涯信仰というものを目指すんではなくて、そんなの無理です。疑いがあっても疑いを超えて、それを神の恵みによって乗り越えていく、いや乗り越えさせてくださる神の恵みと愛を味わう、それが 天の歴史のこの私たちの人生なんだというお話を、させていただきました。あのトマスを変えたのはイエス様の愛、許し、恵みでありましたでしょう。私たちも同じであります。あのその生涯変えられたトマスが最後インドにまで宣教に行って、最後は槍に刺されて殉教していく。その槍が、これ想像ですけど、刺さった胸に刺さった槍を触れながら、その胸に手を置きながら、あの日手を入れなければ信じないと言ったあの日、イエス様が復活されたが、イエス様が私のところに来て、トマスよ、あなたの手を、指をこの私の胸の傷に入れてみなさい、トマスよ、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言ったあの神様のお言葉を胸に、トマスを微笑みながら感謝しながら、この生涯を閉じたという。ハレルヤ。皆さん、今日は21章です。今日はもう一人の弟子の生涯を、ペテロという、シモン・ペテロというこの人の生涯、3回にわたって学んでいきたいと思います。彼もとんでもない失敗を犯してしまったんです。呪ってまで、誓ってまで、十字架にかかる前夜、イエス様が十字架にかかれて逮捕されて、恐ろしさのあまり、私は呪って誓ってまでこんな人知らないって3度も言ったんです。そのペテロも変えられた、素晴らしく変えられた、その神の恵みを3度にわたって皆さんとご一緒してまいりたいと思いますね。さあ、今日の聖書を開きましょうか。もう一度開いてください。聖書をお持ちですか？ぜひね、礼拝の前には逆さまでしたあの聖書をお持ちくださってね、開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書のね、これもう一番最後のチャプターですよね。21章の1節から、口語訳聖書では、この教会で口語訳聖書を使ってますが、新約後ろの方の177ページ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書、その4つ目ですね、21章から、1節と2節から、せっかくですから開いていただきました。皆さんでご一緒に声出して読みましょうか。1節と2節ですね、皆さんの聖書をご覧ください。1節、はい。その後イエスはテベリアの海辺でご自身をまた弟子たちに表された。その表された次第はこうである。2節、シモン・ペテロがデドモと呼ばれているトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子らや他の2人の弟子たちと一緒にいた時のことである。主の復活から2週間です。この時7人の弟子が、2人名前分かんないんですが、7人の弟子が、1節ご覧ください。テベリアの海辺にいるところに主が現れたという。今地図をちょっと見ていただきますが、テベリアの海っていうのはですね、
これ皆さんよく知ってるんです。これ実はガリラヤ湖のことですね。そうです、ここにありますね。これ下の方にエルサレムがありますでしょ。ここにエルサレム、そして先週まで学んだエマオへの下る道ってここですね。で今日の、舞台はここです。ガリラヤ湖、かっこしてテベリア湖って書いてますけど、海辺って書いて海とも呼んだんですね。海のように大きいね、時々荒れるわけですね。ここでありますね。実はですね、テビリアというのはこの町の名前なんですけど、後半にあるテビリアというのはガリラヤ地方の首都です。まあ東京のようなですね。そしてですね、もう一枚の地図を見ていただきますと、イエス様の実はご生涯お働きのですね 85% が実はこの地域なんです。そしてこの地域のことをですね、エヴァンジェリカルトライアングルって呼ぶんです。これちょっと私が書いたんですが、これガリラヤ湖です。先ほどのここですね、この大きくしたものです。そしてね、皆さん聞いたことあるね、ベテスダ、そしてこれはゲレサネ、コラジンなんてね、そしてカペナウム、皆さんお聞きになったことあるでしょう。このトライアングルって呼ばれるんですね。まあ、見るとトライアングルじゃないですよ何にも切れないですね。素晴らしい恵みや素晴らしい奇跡が 85% イエス様、山上の説訓もここですし、5000人の給食もの奇跡もここですし、 85% はこのトライアングルの中、三角形の中に、あるというふうに言われているわけですね。さあ3節を見てみましょうか。21章の3節ですよ。先ほど開いていただいたところです。シモン・ペテロは彼らに、私は漁に行くのだと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗った。しかしその世は何の獲物もなかったと書いてますね。まず彼らはエルサレムではなく、なぜガリラヤにいたのかっていうことですね。うん、先週までだってエルサレムの箇所でしたもんね。それはですね、復活の朝あの空の墓に現れた御使いのこの言葉なんです。マタイの28章の7節なんですが、この辺にね、まあ、ちょっと書いてないんですけど、どっかに書いてありますね。マタイ、はい、28章。ずっと引用するところはここに出てきますから、ノートを取ってる方はこれを見ていただいてね。マタイの28章の7節に、こう書いてあります。復活された主はあなた方より先にガリラヤに行き、ガリラヤ。テベリア湖ですね。あなた方はそこで会えるって。天使が、御使いがそう言ったんです。ですから彼らは御言葉通りガリラヤに行って、そこで主を待っていたんです。まあでもちょうど今私たちが待っているようなこう自粛、外出自粛、自宅待機という感じですね。辛いもんですよね。彼らもですね、しびれを切らした。待てど待てど待てど、イエス様現れないじゃないか。そして今日のこの3節、ペテロがですね、私は漁に行くって。皆さんまだね、外出をあまりしないようにしてるんでね、いただきたいと思いますが、そうすると他の弟子たちも私たちも一緒に行くと、7人で漁に出たわけでありますね。ペテロも彼の職業は漁師でありましたから知り尽くしているわけでありますね。まあ、これはですね、往々にしてよく語られるのは、弟子たちはですね、弟子としての証明を捨てて再び元の古いこの生き方に戻ったの。でも本当にそうかなとも思うんですよね。わずか1週間ぐらいで、しかも復活の主に出会って1週間ですからね。それでもうそれを捨ててですね、元へ戻るかなと、そうも思いますよね。私もそう思う。まあ、彼らは、多分ですけど、何もせずにただ待っているだけではなくて、単に自分のできることをしようと思ったのではないかと思うんですね。その方が自然のような気がするんですね。だって外出規制の私たちって、うちでじーっとしてるわけではないです。いろいろね、この時に片付けをしようとか、なんかデッキを作ろうっていう方もあるんだよね。何かしようっていうね、機会でもチャンスでもあるわけですよね。同じじゃないですかね。まあプロの漁師である彼らのできることといえば、当然
魚を取ることです。趣味のフィッシングじゃありませんから、これは、ね、これ職業です。当然死を待つ間も彼らは家族を養わなければならないわけでありましょう。使徒パウロもテントメイキングで、あの使徒でさえテントを作って売りながら宣教を、主の宣教に従事したわけでありますよね。21世紀カモイのパウロ、梅津先生もですね現在パウロのようにアルバイトを探しておりますね。ですから皆さんどうぞお祈りいただきたい。カモイのパウロってちょっと小さかったね今のはね今のは失言、まあ、横浜、あ、まだ小さいか、神奈川、日本の世界の、まあ、どこまで行くか、あ、本人次第でございますけどまあ余計なこと外れました今はい、戻します。まあ、この主のためですね、主の宣教のためですね。今日自分のできることをするってことは、これはね皆さん悪いことじゃないでしょう。素晴らしいことでしょう。アルバイトであれ何であれ、主のため主のためできること、今できることをしようっていう、このスピリットは神様喜んでくださると、そう思うんですね。しかしながら、まあ、漁に出たわけですけど、同時に足を踏み入れてはならない船もあるってことを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。それは、まあ、この場面これから続いていくんですが、バックグラウンドにあるものは3度もイエス・キリストを否んだこのペテロの失敗、ペテロのこの痛い過去。そうです、私たちも過去という船に乗ってはならないってことです。足を踏み入れて主が立っておられるおられる岸を離れてはならないということです。さて、教育スクも、まあ、いつもどうしてどうしてだっていつも思っちゃうんですけど、まあ、先ほどプロの漁師たちだって言って、で7人で一晩中、まあ、夜魚を取るんですね、まあ、今も釣りそうですかね、夜の方がいいんですかね、明け方とかね、そして朝に市場に魚を持っていくっていう感じですかね、まあ、夜通しこうもう知り尽くしたこの湖を魚を漁知り尽くした漁師たち、プロの漁師たちがですね、一晩中7人でやって1匹も取れなかったって、なんでかなって、ここにももしかしたら一見不思議なこのできることのように、ここにももしかしたら神様のメッセージがあるんじゃないかな、まあ、皆さんが釣り行ってて釣れなかったらそれ普通かもしれないですけど、このプロの漁師たちはちょっと違いますでしょ、ね、何だろう。すなわち私たちはこの人生でどれほど優れた技術や経験、知識や能力を持っていたとしましても、今私が神のご計画御心の中になければ、それは虚しいって、私たちの魂の中にこの天の喜びは平安はないっていうことを、彼らの朝これどれほど疲れていたですね、心も身も体も全部疲れ切っていた、そんな人生を歩んでしまうということであります。自分の力や自分の能力に頼って生きようとするならばということですね。ですから今朝私たちはもう一度この主の日、主が待っておられるその岸に、今乗っているボートから船から戻りたい、ご一緒に戻りたい、そう思うのであります。さあ4節5節を、21章の4節5節を読んでみましょう。4節、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた、しかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかった。5節、イエスは彼らに言われた、子たちよ、何か食べるものがあるか。彼らはありませんと言った。長く重い夜が明けますと、なんとイエス様がその闇の向こう岸に立っておられた。皆さん、イエス様はいつも私たちの問題や試練や痛みや涙の岸に立っていてくださるお方なのであります。私たちの過去という船ではなく、私たちの主にある素晴らしい明日という岸で私たちを待っていてくださるのであります。5節、5節です。これ英語の聖書 Today's English Version ですが、これ見ましたらですね、子たちよ、何か取れたかって、
食べるものがあるかって書いてます。まあ、要するに魚が取れたかっていうことですよね。と聞かれたので、英語では No, nothing。何もありません。何も取れませんでした。自分の過去という船、すなわち私たちのこれまでの古い考えややり方や経験、それらの古い船にとどまっていては、岸で私たちを待っておられる方、声をかけておられる方がそこにいたとしても、それが誰であるかわからないっていう、それが起こってるわけですよ。どうせ私たちの古い過去という船の中には、明日への喜びはないのであります。イエス様は今朝、そのあなたの明日という岸から、まだ船に乗っている沖にある私たちに向かって、あなたはその海に、あなたはそこに、あなたの探しているものを見出したかって聞いてるんです。魚を取れたか、あなたはあなたの人生の中であなたの探しているものを見つけたのかって聞いてるんです。でもここで先ほどまた質問ですけど、なんでイエス様って気がつかなかったのって。彼らの周りを闇が覆っていたからか、あるいはもう疲れ切ってですね、一晩中ですから人生疲れ切った目には見えないのかでも思ったりもしますよね。ですから兄弟姉妹、イエス様のお姿が見えなくなるほど遠く離れないことです。イエス様のあなたを呼ぶ声が聞こえなくなるほど遠くまで離れないことであります。たとえ離れたとして。さあ6節から8節を参りたいと思います。ヤハネ21章6節から8節です。6節、するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるであろう。今日の中心ですが、彼らは網を下ろすと魚が魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。7節、イエスの愛しておられた弟子、これヨハネのことです、これを書いている、ペテロに、あれは主だと、これヨハネが言うんですね。気がついたんですよ、ヨハネが。シモン・ペテロ、ペテロはシモン・ペテロ、これフルネームですね、は主であると聞いて裸になっていたため上着をまとって海に飛び込んだ。8節、しかし他の弟子たちは船に乗ったまま魚の入っている網を引きながら帰っていったと。陸からあまり遠くない50軒、これ新海区聖書では100メートル足らずって書いてありますね。そうです、100メートルほどです、ほどのところにいたから。まずはこの7節から6節を飛んで7節からいきたいと思うんですが、夜通し漁をして何も取れなかったですが、主のお言葉通りにすると、網いっぱい、船いっぱいの魚が取れたという、この神様の印、奇跡でありますよね。この出来事は今日の英語のタイトル、まあ、フランス語って言ったかもしれないけどね、英語にもなって日本語にもなったね、デジャブではないかと。皆さんありますでしょう、あれ、この夢一度見たことあるような気がする、ここ一度来たことがあるような気がするってデジャブ、ね、弟子たちもここでね、間違いなく気づいたはずです。聖書には、聖書を読みますと、ルカの5章、ね、全く同じではないかと思われる記事があるんです。でも実は同じではないんです。3年の年月がこの2つの記事の間には流れているんです。でも本当によく似た記事なんです。だからよく間違っちゃったりするんですね。ではなぜ同じような出来事が繰り返されたのかっていう質問です。ルカ5章で3年前です。あの時もシモン、これ後のペテロですね、ペテロとイエス様がつけた岩っていうロッキーですねという名前ですが、まあ、シモン、ね、彼は、夜通し、彼らは夜通し
釣りをしたけど一匹も取れば同じ状況であるでしょう。そしてすでに諦めて船を岸につけて網を洗っていた。もう今日ダメ。しかし主はそんなシモンに群衆にメッセージをした後にペテロにですね、沖へ漕ぎ出して網を下ろしなさいって。イエス様はまあ一般的に大工ですよね。ペテロはプロの漁師です。プロの漁師が一晩中取れない。若い大工がもう一度沖へ出て、漁っていうのは沖でしないんです。この100メートルとかね、浅いところでやるのが当時の漁。沖へ出て網を下ろしなさいって言うんですね。でその時にクエスチョンマークが彼らの中にはもういっぱい出てきたんでありましょうけど、シモンがこう言うんです。私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。お言葉ですから網を下ろし、簡単なことじゃないですよね。もう一度またこれやったら、ああ取れなかった、網洗わなきゃならないし、船をずっと漕いでいかなきゃならないわけです。するとどうでしょう。おびただしい魚の群れが網も船もいっぱいになるほどになったんです。そしてそれを見たシモンはイエス様に、どうぞ私から離れてください、私は罪深いものですと主の御足元に伏したって言うんです。ボートの中で、船の中で。その時イエス様はこう言ったんです。恐れることはない、今からあなたは3年前人を取る漁師になるのだ。そこで彼らは船を陸に上げ、一切を捨ててイエスに従ったって書いてます。お分かりですか。ここがスタート地点なんです。そして今あの日より3年経って、お分かりになります、このデジャブの意味、繰り返された意味。あのルカ5章で3年前、シモン・ペテロは生涯の決断をするわけです。船も網も捨てて、一切を捨ててイエス様に従ったんです。その日以来3年間、魚ではなく人を取る漁師としてイエス様に従ってきたんです。ところが今、まあこの3年間忠実にとは言えないまでも、主に全てを捧げて全力で従ってきました。しかし最後の最後、最も肝心な時に、最も大切な時に、死の十字架を前にして、恐ろしさのあまり、イエス・キリスト知らないと、呪い誓ってまで、私はこんな人知らないと3度まで公言してしまったんです。それがこのバックグラウンド。21章ヨハネの福音書21章はこれどうも読んでると20章で終わってもいいんじゃないかっていう終わり方をしたんですね。20章がなぜ21章があるのかなって私も思う。ヨハネ福音書の最後の21章、いえ別の言い方をすれば、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの順で並んでますから、福音書の最後のチャプター章ですよね。これ最後の一章は主の許しを告げるラストチャプターだってことです。ペテロよ、たとえあなたが私を何度30回300回知らないと言おうとも、私はあなたをどこまでも最初から最後まで愛し許し続けるのだという、神からペテロへの弱い私たちへのメッセージなんです。これは3年前この同じ船で、この同じ湖で、イエス様に出会い、一切を捨ててイエス様に従ってきた、この方に従ってきたということは、主にあって誰もそれを無効にすることも、消し去ることも、破壊することも、たとえ私が罪を犯してもできないということなんです。素晴らしいメッセージありませんか。この福音書のクロージングメッセージであります。
だからこの場面で20章イエス様はデジャブもう一度言いたかったです。あの日を思い出しなさい。私はあなたを人を取る漁師にするんだ。諦めてはならない。下を向いてはならない。あなたはペテロ、この岩なるペテロ、あなたの上に私を、私の教会を立てるんだ。ペテロよ、立ち上がれ。ペテロよ、フォローミー、私に何があっても従ってきなさいとイエス様は言っておられる。あなたを今日、この弱い私を招いておられるのであります。イエス様は忘れなかったように3年前を、あなたがイエス様に出会ったその日を主は決して忘れられない。消し去ることはない。覚えておられるということであります。さあ7節8節、ヨハネがあれは主だと叫んだと叫んだね。ヨハネが最初に記述です。これもヨハネらしいなと思うんですけど、叫んだと思ったらですね、さらにペテロらしいなと思うのは、ペテロは考えることも確認することも確かめることもなく、もうすでに海に飛び込んで泳いでるんです。ペテロらしいと思いません、皆さん。しかもですね、普通泳ぐときは着物を脱いで泳ぐもんですよね。で見てください、これ逆なんですよ。裸で漁をしててですね、イエス様だって主だって言ったら、今度は上着を着て海に飛び込んだってですね、湖ね、海ね。そういえばアダムとエバが犯した罪を犯した時も、自分が罪あるっていうことが分かって、イチジクの葉で身を隠した、覆った。そうです、ペテロもあの3年前、主よ私から離れてください、私は罪深いものです、同じ告白証ではないでしょうか。ペテロらしいな。さらにこのペテロにはどうもですね、海に飛び込む癖といいますか、ヒストリーがあるようでございますよ。マタイ14章でもですね、あの嵐のガリラヤ湖でも、覚えておりますよ皆さん。イエス様が歩いてこられて驚いて、お化けじゃないかとみんな驚いたんですけど、ペテロはこう言うんです。もしあなたであるなら、主であるなら、私の上に、私のいい水の上を歩いて来なさいと命じてくださいって、そう言うんです。で主は来なさいって言うと、ペテロ嵐の海に足を踏み入れるんですよ。水の上に。そして歩くんです。歩くんですけど、やっぱりこれもペテロらしい。最後まで歩けなくて沈み出して溺れかけるんです。ペテロ、岩ですから。ね、ペテロです、彼の名前は岩でありますから、沈むわけであります。でも今回は、水の上歩いていませんでしょ？ヨハネ21章。私を水で歩かせてくださいと質問してもらえる、願ってもいない、疑ってもいないわけです。もうすでに飛び込んで泳いでます。皆さん、これはこの3年間でペテロが大きく成長したっていう信仰の証じゃないですか。皆さん、水の上を歩くことが偉大な信仰ですか？いいえ、そう思いませんね。私はペテロは主が誰であり、どんなことができるかを、どんなすごい奇跡ができるかを、もはや試す必要なかったんです、この時点。それは失敗を通して神の恵み、慈しみ、許しをその身に受け取ってきた3年間だからでありましょう。奇跡も嵐の水の上を歩くことも、もはや彼には必要なかったんです。あれは主だと聞くなり、もう待つことも疑うことも問うこともなく、飛び込んで船も網も大量の魚も仲間たちも沖に残して飛び込んで、ただ一心に主イエス様が向かって
泳いでいる。泳いだ岩、ペテロの姿で沈むしかないはずの岩がイエスを向かって泳いでいるではありませんか。私もそんな小さな種の石になりたいとそう思うのであります。この世の船や網や大漁という成功でさえ、古い自分の過去や失敗、罪を置いて、私たちもそれを沖に置いて、私はあなたを待つイエス様のもとに一心に泳ごうではありませんか。最後は6節です。6節。なぜ、今度は日本語のタイトルですが、船の右側なのかということです。当時の船は左側に網を下ろすのが、まあ、それが習慣といいますか常識であったそうです。そのように船も作られていた。来週の箇所になるんですけど、21章の11節には主の言葉通りに右側に網を下ろすと153匹の魚で網がいっぱいになったと書かれています。これ来週したいと思いますが、多分、まあ、これ奇跡と考えてよろしいと思いますね。まあ、だから数えたっていうこともあるでしょう。無駄にならないよ。だとするならば、またなぜという疑問が湧いてくるわけでありますよね。もしこれが奇跡であるとするならば、もし主が船の右側に魚を奇跡で集めることが153匹できるとしたら、すでに下ろしている左側の網に集めることもできたはずですよ。そうですよね。あるいは153匹に命じて、お前たち全員今船の中に飛び込めって。俺はもう奇跡じゃないですか、それが。実際私もカナダでね、子供たちと釣りをしてる時にね、全然釣れないなと思ってね、魚がですね、船のボートの中に飛び込んだら、子供たちがワオーって。それはまあ1匹ですから奇跡ではありませんが、またちょっと外れましたけど。ではなぜ右側に網を下ろした奇跡なのかということです。それこういうことです、兄弟姉妹。主の祝福というのはある日天から降ってくるものではないということです。主の祝福というのは常に神の御言葉を信じる従順を通して得るものだって。もう一度言います。主の祝福というのは、主を信じ御言葉に従順する、この従順を通して私にやってくるものだからであります。従順というパイプを通って神の祝福が私たちに流れてくるのであります。自分の知識、経験、方法、やり方、好み、習慣、伝統もいくらでもあるでしょう。いくらでも理由あるでしょう。いくらでも言い訳あるでしょう。でもそれ全部左側です。この人生という船の自分側です。そうではありませんか。そこに私たちは網を下ろしてるんです。今日のメッセージは、船の右側に、神の側にあなたの網を打てというメッセージ。ペテロや弟子たちの過去、その不信仰へ罪に関わらず、今日のこのストーリーはサクセスストーリー、大量ですからね。であったその一つの理由が、たった一つの理由は、彼らは主の御言葉に従ったから、右側に網を下ろしたからというこの一点なんです。私たちが、人が人生で成功することはこの世での成功ではありません。永遠の世界から見たら、誠の成功を得るためには、誠の幸せを得るためには、至ってシンプル、驚くほどにまで簡単だということです。皆さん、何を見、何を考え、何を思い、何を考察し、何を感じようが、どうしようが、ただ御言葉通りに右側にある網を下ろす、それだけです。それほどシンプルだということ。旧約聖書の列王記5章に
スリアの将軍ライマン、このナーマン将軍、雷病にかかるわけでありますが、預言者エリシャをイスラエルに訪ねるんですね。癒しを求めて。そうすると、まあ、将軍ですからね、まあ、立派な戦車に乗ってくるわけですが、そうするとですね、エリシャはですね、将軍を出迎えることもなくてですね、使いをよこしてですね、ヨルダン川って結構ドロドロに濁ってるんですよね。あの濁ったヨルダン川をね、7度身を浸しなさいって言うんです。これにね、将軍はね、激怒するんですね。そして列王記下の、ここに書いてますけど、5章の11節、こう書いてるんです。これナーマン将軍のことです。私は彼がエリシャがきっと私のもとに出てきて立ち、その神主の名を呼んで、その箇所の上に手を動かして重い皮膚病を癒すのだろうとそう思っていた、ね、え、ところがあの汚い川で身を洗いとは何事じゃって、すでにいくらでももっときれいな川あるではないかとそう言うんですね。そして怒ってね、帰っちゃう、去ろうとする。皆さん、これまさに自分の側ではありません、左側でありませんか。しかし将軍の素晴らしいしもべを持っていたんですね。こう助言するんです。王に、5章の15節です。それが13節ですね。我が父よ、ナーマン将軍のことですね。預言者がエリシャがあなたに何か大きなことをせよと命じ、他の人は難しいことをと訳してるね、何か大きなことをせよと命じてもあなたはそれをなされなかったでしょうかって、したでしょうって、難しいこと大きいことを言ったとしてもあなたはきっとやったでしょう。まして彼はあなたに身を洗って清くなりと言っただけではありませんか。なぜできないのですかって、こんなシンプルな簡単なこと、素晴らしいメッセージが秘められていると思いませんか。ここに神の御言葉に従うってことは難しいことでも大きいことでもない、至って単純でシンプルで簡単なことだってことです。兄弟姉妹、主はこの大きなガリラヤ、海ともまで呼ばれるこの大きな巨大なガリラヤ湖の反対岸に網を下ろせとは言ってないんです。船の反対側に網を下ろしなさいって言って、ただ船の右側と左側の違いです。兄弟姉妹、人生の答えは、皆さんが探している、私たちが探している人生の答えというのは、そんなに遠いところにではないって。案外近いところに、こんな近いところにあるっていうことです。最後に一つの話をして終えたいと思います。あるところに体が弱くて病気な一人の農夫が、ファーマーがおりました。ある晩夢を見るんです。イエス様が現れるんですね。靴屋の街見てですけど、そしてイエス様はですね、あなたの畑の真ん中にあの巨大な岩、大きな岩がね、畑の真ん中にあったんですね。あれをプッシュ、押しなさいって、そう主が言われた。そこで翌朝から翌日より彼はですね、その岩を行って、庭のところに行ってですね、畑から取り除こうと一生懸命押したんです。毎日毎日押しました。毎週毎週、そして毎月毎月押すことをなんと8ヶ月忠実に岩を押し続けました。しかしその巨大な岩はなんと1ミリも動かなかったというのである。ある日彼は本当に落胆してがっかりして、自分は何をしてきたんだろうって、幻を私は見たのか、あれは何だったのかって、この8ヶ月は何だったのかと絶望して、家のポーチで椅子に座って頭を抱えて泣いていると、なんとそのポーチの隣の椅子にイエス様が来られて座られた。そしてこう聞いた、子よ、なぜあなたは悲しんでいるのか。その農夫が、主よ、ご存知の通り、私は病弱でこんなに弱く、岩を動かすことはどうしてもできないのです。すると主が、誰が岩を動かせと言ったか。私はあなたに岩をプッシュ、押しなさいと
命じた。そして鏡の前に立つように言われたノアが半年ぐらいくらいに鏡の前に立って驚いた。そこに映っていたのはもはや病弱な農夫ではなく筋肉のついた体格のいい男であったと。さらに近頃はなんと夜中に咳で目覚めることもなく体の調子も良いことに気づいた。兄弟姉妹、愛する兄弟姉妹、神の御心、願いは大きな石を岩を動かすことではありません。小さな岩、小さなペテロ、あなたを動かすことです。今あなたの人生に塞がっているであろうその巨大な石を動かすこと、それが奇跡ではなく、あなたが神の御言葉通りに従い、今日も明日も明後日もこの御言葉に従い続けること、石が動くことではなくてあなたが動くことこそ偉大なる神の奇跡であります。今日私たちは共に、私の明日という岸から私たちを呼ばれる主の声を聞いたのでありますから、私たちも今日心を固くなにすることなく網を右側に打とうではありませんか。あなたの古い過去、罪を機に残し、あなたの明日という岸であなたを待っている主を目指して、さあペテロと一緒に海に飛び込むのではありませんか。アーメン。お祈りします。愛する神様、ペテロの弱さ、トマスの弱さ、弟子たちの弱さにもかかわらず、この福音書も、大切な福音書も、もしかしたらヨハネ20章で書き終えたのかもしれない、イエス様、あなたは。でももう一度私たちにこのメッセージを伝えるために、最後まで私はあなたを愛し、あなたを許す、このメッセージを伝えるために21章を書いてくださったのではないですか。イエス様、私たちもペテロと共に、主を私から離れてください、私は罪深いものですと、あなたの御足元に恐怖し、あなたを我が主、我が神として、もう一度あなたの恵みと愛と許しの中にお従いさせてくださりますように。主よ、これからペテロと一緒に古い船を沖に残し、待っているあなた目指して海に飛び込みます。そんな私の生涯をご一緒し、捉え、お導きくださいますよ。我が主、我が神、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。しばらく小さな声で皆さんそれぞれ主の前に祈りをお捧げしようではありませんか。お祈りしましょう。アーメン。愛する天のお父様、あなたのご愛を、恵みを、許しを心から感謝申し上げます。神よ、どうか今あなたを愛し、祈る兄弟姉妹、弱く罪があり愚かさもある、そんな私たちですが、ペテロはどこまでも愛された主が、トマスをどこまでも愛された主が、私たちを今日あなたの愛で覆い、受けた傷をあなたの十字架の愛で癒し、どうかあなたと共に歩む新しい生涯をもう一度今日から始めることができますように。大きな岩が動くために祈ってまいりましたが、主よ、動かなければならないのは岩ではなく私であったことを気づかせてくださって感謝します。どうかあなたの御心が、あなたの御胸がここに、この地に、そしてこの心に
この生涯になりますように、あなたのご栄光どうかここに表してくださいますように。あなたを愛します。 I love Jesus。 イエス様の名前でお祈りします。アーメン。さあ、それではご起立くださいまして、最後にハレルヤ、主への感謝、祈りを込めて主にハレルヤを捧げいたしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に常に限りなくあらんこと。アーメン。どうぞご着席ください。今日もこの主の日、皆様とご一緒に主を礼拝できたことを、主にまた感謝し、皆様と共に、喜びたいと思います。主法ホームページの方にも載っておりますが、カモイニュースから少しご案内させていただきます。本日午後、本日中にですね、感染対策の協会の対応を更新いたしますので、お読みいただければと詳しいかと思います。現在、神奈川県緊急事態宣言が発令されているだけではなく、この鴨居地区に、感染拡大が見られておりますので、十分な注意が必要と判断しております。緊急事態宣言中は、同じようにこのような形で、ネットでの礼拝となりますし、緊急事態が解除されましても、この鴨居地区の状況次第によりましては、さらにこの自粛を延長させていただく可能性もありますので、皆様どうかご理解いただきますように、特にこの地域に住んでおられる方、お気をつけくださり、またお祈りくださりますように。またお医者さんはじめ医療関係者がたくさんこの教会におられます。またパブリックの公的なお仕事をされておられる方々のためにも、施設ですとかそういうところで働いておられる方々のためにも、どうぞ皆さん日々守られるようにお祈りいただきたいと思います。そんなわけでですね、このネット配信あるいは DVD、CD という形で、皆さんのお手元に郵送でお届けさせていただいておりますが、先週ですね、DVD が発送できなかったんです。ごめんなさい、いろいろやってるんですけど、総合兄弟もですね、遠隔でいろいろやってくださって、梅先生も一生懸命やってくださったんですけどね、なかなかこう、難しいですね。それで、発送できませんでした。お許しいただきたいと思います。代わりに CD を発送させていただきました。今日は多分もしかすると、いや分からんけどDVD、CD 発送できるように、CD はできますけどなるかもしれません。プリンターも壊れてですね、もういろいろなことが起こってますのでですね、皆さんどうぞ忍耐を持ってお待ちいただければと、そのように思います。支払いのことはどうぞご心配なく、始まってからまとめてお支払いくださればと、そう思いますのでね、送料も、無料でお届けしておりますので、どうぞね、遠慮なく申し込んでいただきたいと思います。毎週ね、今日も天の窓に御言葉、このチャン、ね、このピンチをチャンスに生かそうということを書いてありますが、リビングライフの聖書箇所、書かれておりますのでね、皆さんどうぞ聖書を毎日読んで、このような時にこそ信仰をね、この保とうと、保とうと、保っていただきたいと思います。すでに、リビングライフの6月号、昨日到着しましたので、ご注文されておられる方は、
明日発送いたしますし、必要な方があればどうぞ教会の方にお申し出ていただければと、そのように、思います。何か漏れてるのありましたかね。はい、タウンニュース、あ、タウンニュース、そうですね、あの母の日あの、が、木曜日のタウンニュースに心のエースで、出ておりますので、タウンニュースさんも大変です。タウンニュースさんのためにも覚えてください。広告とかずっと減っちゃってますでしょ、ね、もうみんな苦労しておられますからね。祈ってまいりましょうね。みんなで力を合わせて乗り越えていきたいと思います。それではね、最後大きな感謝の拍手をイエス様によって、また来週お元気にお会いしたいと思います。アメン。イエス様感謝します。皆様お元気でいてください。また来週会いましょう。ありがとうございました。